昨日行われた WBO 世界フライ級タイトルマッチ。王者田中選手は元世界チャンピオンの田口良一選手と対戦。激しい打ち合いの中、試合を優位に進め、結果は判定勝ち。このクラスでの初防衛に成功しました。激闘から一夜明けて田中選手は勝つことができて本当に良かったです。試合終わってたくさんのことを感じましたし、それで成長できたなって思いますし、あさって中京大学の卒業式を控える田中選手、その歩みはまだまだ止まりません。